こんにちは、ハイキュー CH です。今回はハイキューに例えて男子バレー日本代表を解説します。ハイキューの影響でバレーを始めて、日本代表の試合を見るようになった。オタク呼ぶオタクの私が解説します。ハイキューだけが好きだって方は、ハイキューは現実だとこんな感じなんだなってよりイメージ湧くと思いますし、日本代表だけが好きな人は、西田選手だって呼んでるハイキューに興味を持ってもらえればと思います。どっちも好きだぞ、こんちきしょうって同志たちは、この選手はこのキャラ似てるだろってコメント欄でぶちまけてください。それでは行ってみよう。石川祐希選手をハイキューに例えて解説します。石川選手の特徴は3つ。一つ目はクリエイティブなプレイ。その様はまるで最終章の日向。フェイクセットをかまして気を欺きます。強いって自由だ。二つ目は攻撃力の高さ。石川選手のスパイクはまるで星海高麗。石川選手は192センチで世界では小柄な選手です。そんな石川選手が攻撃力が高い理由は、空中での駆け引きが上手いからです。星海みたいに指先を狙ったブロックアウトや、穴をついた的確なフェイントで点を奪います。セリエ A で高い壁と戦い続けた石川選手は、190センチの新米チビは卒業済みです。石川選手のサーブはまるで及川さん。どんなコースにも120キロの弾丸サーブをぶち込んできます。弾丸サーブを警戒しすぎると、ショートサーブを嘲笑うようにかましてきます。センスは磨くもの、才能は開花させるもの。三つ目、勝負強さ。石川選手が目指す勝負強さは、勝負どころでも練習通りのプレーを発揮することです。なんか聞いたことあるな。緊張なんかする意味わからん。そう、石川選手の勝負どころのメンタリティはまるで北さん。石川選手は日向のクリエイティブ、星海の空中戦のうまさ、及川さんのサーブ、北さんのメンタリティを持つ選手です。高橋藍選手を配球に例えて解説。藍選手は最終章の作先読みみたいな選手です。作者は古舘先生が強い選手をイメージしたら出来上がったキャラだそうです。レシーブが上手くて、スパイク、サーブで得点できて、調子にムラがない。藍選手にそっくり。二人とも逆転どこ？そんな藍選手の特徴は三つ。一つ目はレシーブ。藍選手は世界一レシーブが上手いアウトサイドヒッターです。石川選手の負担が減るから、俺にサーブを打ってこいと豪語する自信っぷりです。藍選手のレシーブを配球に例えるなら、作者ですね。藍選手と体格が似てて、レシーブが強みで、ポジションもアウトサイドヒッターなので一番かぶります。藍選手の特徴二つ目はスパイク。藍選手はクロスコースが武器で難しいトスをガンガン打ち切ります。セッターの関田選手も、勝負どころに託す選手に石川選手と藍選手を挙げるくらい信頼してて、石川選手、西田選手とトップスコアラーを取り合ってます。藍選手のスパイクを配球に例えるなら、北斗さん一択です。元祖エブインナーの使い手であり、両者とも背面ショットだってお手のものです。藍選手の特徴最後はサーブ。藍選手は世界一のチェンジアップサーバーです。チェンジアップサーブとは、速いジャンプサーブで敵のレシーブラインを下げたところを、ジャンプサーブと同じフォームで前を狙ったショートサーブでサービスエースを奪うという非常にいやらしいサーブです。このサーブを配球に例えると、及川さんです。遥か昔、強烈なジャンプサーブを見せまくった後に前を狙うサーブしてましたね。結論、藍選手はベースはおみおみで、スパイクはぼっくん、サーブは及川さん。日本代表のスパイカー大塚辰徳選手を配球に例えて解説。大塚選手は一言で言うと北さん、多田大地さんです。大塚選手の特徴は3つ。一つ目はレシーブ。大塚選手は195センチの超身長ですが、レシーブが強みの選手です。サーブレシーブはいつ出場しても安定してて、スパイクレシーブは一番得意なプレーと話してます。配球に例えるなら、大地さんや猫魔の虎が近いです。二人とも守備が強みのスパイカーですね。大塚選手の特徴二つ目はスパイク。大塚選手はブロックアウトがクソうまい選手です。高い打点を維持して敵ブロックの柔らかい手のひらをぶっ飛ばします。打ち下ろさないので、ブロックもされにくい最強の打ち方です。配球に例えるなら、朝日さんのブロックラッシャーや牛若の点の取り方が近いです。大塚選手の特徴三つ目は安定感。大塚選手は途中出場が多い選手で、レシーブが崩れた時にも投入、スパイクが決まらない時にも投入されます。その活躍ぶりを配球で例えるなら、スパイク決めれる北さんです。緊張なんかする意味がわからん。大塚選手もプレーにムラがなく途中出場でも100点の仕事をします。普通、途中出場は山口みたいに空気に慣れず力を発揮しにくいんですけどね。大塚選手は日本代表のスーパーサブです。結論、大塚選手は北さん、多田大地さん。西田雄二選手を配球に例えて解説。西田選手は完全体牛若です。V リーグ編の若俊くんと西田選手はかなり共通点があります。ポジション、サウスポー、最高到達点、サーキュラーアームスイング、パワフルさと色々あります。そんな西田選手の特徴は3つ。1つ目はスパイク。超ぶっ飛んで、パワフルにぶち込むスパイクは見てて爽快です。配球に例えるなら、V リーグ編の牛若に初期日向のジャンプを足すと、西田選手のスパイクです。2つ目はサーブ。西田選手は世界トップクラスのジャンプサーバーです。配球に例えるなら V リーグ編の牛若のサーブが近いですが、2はあんまりサーブで活躍してなかったので、強威度は V リーグ編の影山のサーブが近いです。影山がフランス相手に5連続サービスエースをしたように、西田選手もカナダ相手に6連続サービスエースしてるからです。3つ目はメンタル。西田選手は不屈のメンタルを持ってます。西田選手は去年から原因不明の体調不良で、コンディションもメンタルもボロボロで、6月の世界大会ではスタメン落ち、涙ながら代表から外してくれと監督に話したそうです。しかしそこから這い上がり、9月の OQT ではレギュラー奪還をし、去年を超えるパフォーマンスで大活躍でした。このメンタルを配球に例えるなら田中さんです。結論、西田選手は完全体牛若。宮浦健人選手を解説していくわ。宮浦選手はどんな選手なんだぜ？配球しか知らないあんたにわかるように説明するなら、高校時代の牛若を最強にしたような選手よ。若俊くんか。宮浦選手は若俊くんとどこが似てるんだぜ。一言で言うなら何もかもよ。身長、体重、最高到達点、左利きでオポジット。あとは超バレーバカで、
単身世界三大リーグのポーランドリーグに乗り込んでるわ。そんなに似てんのかい。若俊くんもポーランドリーグに挑戦してたよな。よく知ってるじゃない。ポーランドリーグの宮浦選手と推し若見すぎててびっくりするわよ。画像ドン。なんじゃこれは。完全一致やないか。逆に宮浦選手と若俊くん何が違うんだ。宮浦選手と推し若の違いは10か豪華かしらね。宮浦選手は10の選手よ。もちろんフィジカルも鬼強いんだけど、一番の長所は的確なコースの打ち分けだと私は思うわ。ブロックが空いてる方、ディフェンスのいない方にスパイクを打ち抜くわ。パワーもあるのに、星海みたいにテクニカルなのか。確かに最終章の若俊くんは、どちらかといえば豪の選手で、よりパワフルにスパイクを打つために、サーキュラーアームスイングにフォームを変えてたもんな。そうね、最終章の牛若は圧倒的なパワーで、レシーブとブロックを吹っ飛ばしてたのが印象的ね。最終章の牛若は西田選手の方がイメージに近いわね。高校時代の牛若は、コースを抜いたり、フェイントを混ぜたりしててこっちの方が宮浦選手に近いわ。だから最初に宮浦選手は高校時代の牛若を最強にした選手ってわけか。フォームも宮浦選手はボー&アローだしね。宮浦選手は不動のオポジットだった西田選手とレギュラー争いをしてるわ。30年ぶりのブラジルに勝利した試合では宮浦選手が出てるわ。高校時代と最終章の若俊くんがレギュラー争いしてるんだな。クソ熱いなリアルのバレー。小野寺太志選手を配球に例えて解説。小野寺選手は2メートルの黒尾哲郎です。両選手ともにレシーブが上手いミドルブロッカー。黒は蛇戦でリベロと変わらずレシーブしてましたし、小野寺選手は日本代表でアウトサイドヒッターの経験があるくらいレシーブが上手いです。そんな小野寺選手の特徴は3つ。1つ目はブロック。小野寺選手はブロックの形が綺麗な選手です。甘えたスパイクを確実に仕留めます。配球に例えるならやっぱり黒じゃないですかね。高校編で個人なら一番ブロックが上手い選手として描かれてました。では前っつったでしょ信勝くん。小野寺選手の特徴2つ目はクイック。小野寺選手はクイックのコース打ちが上手い選手です。山内選手のように高さがない分コース打ちで勝負してると話してました。配球に例えるなら砂林太郎ですね。コース打ちが上手いミドルブロッカーといえばこの人です。砂も日本代表ですしね。小野寺選手の特徴最後はパスの上手さ。小野寺選手は世界一パスが上手いミドルブロッカーです。確実に難打を処理してスパイクレシーブもめちゃ上げます。レシーブでもチームに貢献できる珍しいミドルブロッカーなんです。配球に例えるならローテで1回しかないレシーブチャンスで上げまくり、研磨のショートサーブに対処し続けた日向に黒のレシーブ力を足した感じです。結論、小野寺選手は日本代表になった世界戦の黒尾哲郎。山内明宏選手を配球に例えて解説。リエークをベースに少し日向を足したら山内選手の完成です。山内選手の特徴は3つ。1つ目はクイック。山内選手のクイックは354センチの打点の高さと、どっからでも叩き込めるアグレッシブさが特徴です。配球に例えるならリエークの高さと運動能力に、どっからでも打つ日向のアグレッシブさを足した感じです。山内選手も即興でシークイックに入ったり、速さ優先でスタンディングリークイックぶち込むのが超かっこいいです。山内選手の特徴2つ目はサーブ。山内選手はジャンプフローターサーバーです。世界トップレベルのフローターサーバーです。ボールが最も変化する球速70キロを保ち、かつミスが少ないのでクソ厄介です。さらにコントロール力も高く、スパイカーの助走を潰すショートサーブも打てます。配球に例えるなら一瞬で目の前にくるみやつむのジャンプフローターに、スパイカー潰しの研磨のいやらしサーブが混ざった感じです。山内選手の特徴3つ目はブロック。山内選手は後ろのレシーバーを考えたブロックをします。配球に例えるならヘビ戦のリエーク×芝山ですね。叩き落としに行くブロックではなく、レシーバーに拾ってもらうためにコースを絞ること優先のブロックです。結論、山内選手はリエーク×日向。高橋健太郎選手を配球に例えて解説。健太郎選手は2メートルの青根さんがイメージ近いです。2人とも強靭な体でドッカンドッカンブロックするからです。健太郎選手の特徴は3つ。1つ目はブロックです。健太郎選手は日本最強のブロッカーです。身長202センチで運動神経抜群です。ブロックで重要な要素3つ。フィジカルの強さ、締めのタイミング、読みの全てを持ち合わせてます。配球で例えるならフィジカルの強さは青根さん、締めのタイミングは黒セッターとの読み合いの上手さはゲス野郎です。日本最強のブロッカーですからてんこ盛りです。健太郎選手の特徴2つ目はクイックです。日本一の最高到達点361センチの高さを生かしながらしっかりコースを打ち分けます。配球に例えるなら高さはめっちゃ飛ぶ百沢か白馬で、コースの打ち分けは角成太郎がイメージに近いです。体が強くて威力を落とさずコースを打ち分けるからです。健太郎選手の最後の特徴は優しさ。健太郎選手は自分を神経質な性格と言ってて、それゆえに他人の痛みがわかる優しい方です。先日の OQT でもセッター関田選手が悩んでる時に寄り添って励ましたそうです。自分が苦しんできたからこそ他人に優しいのは配球の優しさの味を感じます。結論、健太郎選手は優しくて運動神経抜群の2メートルの青根さん。配球に例えて日本代表のセッター関田正弘選手を解説します。一言で言うと、関田選手はアグレッシブな研磨です。関田選手と研磨の共通点は3つ。1つ目はレシーブの上手さ。研磨が高校編で一番レシーブが上手いセッターだったように、関田選手は世界一レシーブが上手いセッターです。2つ目は低身長セッター。研磨が低身長ながらセッターを任されてたように、関田選手も175センチの身長で2メートルを相手にしてます。低身長のハンデなんて目にならないくらいセッティングの技術に長けてるからです。3つ目はサーブのいやらしさです。研磨が日向にしたように関田選手もフローターサーブで敵スパイカーの助走を潰し攻撃枚数を減らします。逆に研磨との相違点は2つ。1つ目はトスです。関田選手のどっからでもクイックを使えるトスの精度は世界トップレベル。その様はまさに影山飛びを、さらにめちゃくちゃボールの落下地点に見上げるのが早い。その様はまさに宮集む。相違点2つ目はサーブ。
関田選手はミヤツムのようなハイブリッドサーバーです。研磨のようないやらしいフローターサーブとジャンプサーブを使い分けます。フローターサーブを警戒して敵が前に出るとジャンプサーブで強襲します。既視感やば。結論、関田選手はアグレッシブな研磨。日本代表リベロ山本智弘選手を配球に例えて解説。山本選手は約3×の約3の最強リベロです。山本選手の特徴は2つ。1つ目はスパイクレシーブです。今年の世界大会ではベストフィガー賞を獲得。世界で一番スパイクを上げた選手です。配球に例えるなら約3です。山本選手は約3のボールを触らずしてスパイカーを殺すを再現してました。触らずして敵を殺すとは、敵のスパイクを拾いまくり決まらなくなったスパイカーが無理なコースを打ちに行き最後はミスというものです。山本選手はこれを世界ランク1位のポーランドにやってのけました。敵オポジットのストレートを上げまくり貫通し、敵のオポジットはクロスを打つけど次はブロックに捕まり最後はネットにかけてました。ポーランドの監督が山本選手に打つなと指示せざるを得ないくらいでした。120キロの球を4メートル先のコートにぶち込んでるので普通は決まるので、こんな指示入れすぎます。山本選手の特徴2つ目はブロックフォローです。驚異的な読みと反応速度で敵にブロックポイントを簡単に与えません。配球に例えるならノヤスさんです。ノヤスさんはブロックフォローで何度もスパイカーを救ってきました。カラスノのリベロかっけえ何事だよ。結論、山本選手は約×のヤの最強リベロ。日本代表リベロ小川智弘選手を配球に例えて解説。小川選手は最終章の日向です。最終章の日向がリベロをやったら小川選手みたいだと思います。小川選手の特徴は3つ。1つ目はサーブレシーブ。小川選手のサーブレシーブは世界トップレベルです。強烈なジャンプサーブを軽いタッチで綺麗にセッターに返します。芸術レベルです。配球に例えるなら約3ですかね。サーブレシーブが乱れる描写が一度もなかった作中最強リベロです。小川選手の特徴2つ目はスパイクレシーブ。小川選手はスパイクレシーブも世界トップレベルです。現在レギュラーの山本選手の方がボールを殺すのは上手いかもしれないですが、なんだやワンタッチボールは小川選手の方が触ると個人的に思います。足にエンジンついてんじゃないかってくらいの勢いでボールに飛びつきます。あとはレシーブのタッチが軽くて次の選手が触りやすそうな球質です。配球に例えるなら野安さんの静かなレシーブと反応速度ですね。小川選手の特徴最後はトス。小川選手のトスはセッター並みです。コート外からもドンピシャに上げるし、平行やクイックもできます。リベロなのにセッター張りのトスを上げるので敵ブロッカーの色をつけます。配球に例えるとリベロでトスができるのはワタッチですが、色をついたセッティングは最終章日向を思い出します。結論、小川選手は最終章の日向がリベロをやった姿。ご視聴ありがとうございました。今回解説したリベロ2人を除く9人は、個人的にパリオリンピック出場濃厚じゃないかっていう選手です。リベロだけは山本選手か小川選手のどちらか1人だけだと思うので、オリンピックメンバーの12人中の10人は見えてきてるなと思います。2024年は、日本代表はパリオリンピック、配球は映画があるので、バレーボールがさらに盛り上がりそうでとても楽しみです。最後までご視聴ありがとうございました。またね。